よいしょ。おはようございます。今日はですね、カエデ5本持ってきております。じゃじゃん、1、2、3、4、5ってな感じで、カエデ5本、今日はね、途中枝剪定やっていこうかなと思ってるんですけど、ちょっとね、雨降ってて、どうやって撮影しようかなって悩んだ結果、結局ね、いつものライブ配信スタイルが、いいんじゃないかと思って、今日はね、この角度でお送りしようかなと思っております。なかなかね、雨が強いと傘持ちながら作業っていうのがやりづらいですね。ちょっとね、やり方なんか新しいの考えないと継続が難しいなと思っているところでございます。でね、この前の3つはこれと、この前の3つね、前の3つはまあ普通のカエデ、まあ東カエデなのか何カエデなのかちょっと分かんないですけど、特に品種名はついてないカエデですと。で、まあこんな感じで徒長してるんですけど、後ろの2つは違くて、まあ、こいつは園芸品種の名称はついてないんですけど、上のグリーンクラブで入手した時に、あのお店のおっちゃんが、目出しが赤いカエデだよっていう歌い文句で売りに出してたカエデです。このカエデは目出しが赤いんだよ。まあまあ確かに赤いんですよね。赤くて、で結局伸びてくると、まあ、下の方にある通り緑になってくる。目出しは多少赤い、まあ確かに赤い、ちょっと薄い感じの赤ですね。なんですけど、なんこれね、これ近代盆栽でのネットショップで購入したミノヤツブサカエデっていう園芸品種、ミノヤツブサカエデっていうカエデなんですけど、こっちの方が赤くない？赤さで言ったらね、真っ赤っかですよ、こっち。デショウジョウみたいな、モミジの、そんな感じで、上のグリーンクラブのおっちゃんが言ってた赤は若干淡い感じで可愛い赤なんですけど、こっちはね、デショウジョウクラスのバシッと赤、目出し赤いっていう売り文句だったらこっちの方が適してるんじゃないかなって思うくらい赤い。実のやつぶさ変えて、やつぶさ感はないですね、あまりこいつやつぶさ変えてって書いてあるんですけど、目出し赤いんで、どっちかって言ったら化粧状感の方が強いカエデでございます。はい、そんな感じのカエデ5本持ってきたんで、今日はねこいつらの剪定やっていこうかなと思います。で、実のやつぶさカエデと目出し赤いカエデに関してはちょっと、ね、個別に挿し木していこうかなと思っています。つくのかな、園芸品種ってつきづらかったりするんで、成功するかどうかは分かんないですけど、ちょっとねお試しでやってみようかなと思います。じゃあ1個ずつやっていきましょう。ここから作業スタートですね。はい、まず1個目、こちらのカエデ。もうこれね、今年何回徒長枝切ったか分かんないですけど、また伸びてきたんで、今回もバシバシっと切っていきましょう。結構激しい伸び方してますね。ねえって言っても分かんないか、伸び方が激しい。第一関節、カエデらしくね、第一関節が詰まってるところもあれば、そうでもない、ギュッ第一関節から走ってるやつらもあります。まあまあ気にせず、チャカチャカと第一関節まで切り戻していきますね。はい、こんな感じ、剪定完了。はい、じゃあ次いきます。2本目、これは取り木で外したカエデですね。今年これも取り木外して、まあうまく活着したっぽいですね。ここまで元気に走ってるってことは成功、よかったよかった。でこいつらも徒長枝切り戻して、またね内側からどんどん吹いてきてくれれば嬉しいなといったところ。はい、こんな感じでちゃちゃっと切り戻しておきました。これはね、感受姿確認してから
綺麗に剪定だったり針金掛けだったりやれればいいかなと思ってます。この傘の絵がね邪魔でなんか屋根作りたいですね。屋根があればね、雨風、雨をしのげればどうにかできるんですけど、なかなか難しい。ベランダにいきなり屋根作れって言われてもなかなか難しいところはあるんですけど、まあまあ頑張っていきましょう。気にせず。で次3本目、これもね何回徒長枝剪定したか分かんないです。今年何度も登場してる、これも取り木で取った楓なんですけど、こいつはね外したのは今年じゃなくて去年ですね。去年外して今年新たな年をね迎えた楓なんですけど、ボディはいいけど枝の出所がいまいちで、また感受姿に戻った時に見直そうとは思うんですけど、今年1年でね成長したかな、少しくらいはね枝増えたよとかあればいいんですけど、見たところそこまで枝の数とかも変わってなさそうだし、むしろ減らした方が多いんじゃないかなっていう気がしてます。まあまあこれも紅葉とか楽しみですね。去年めちゃくちゃ綺麗に紅葉したんで、こいつ今年も楽しみにしております。じゃあ次行きましょう。今までの剪定枝はまとめて別のところに刺すんで一旦置いといて、はい行きましょう。こちら目出しが赤いよって上のグリーンクラブでおっちゃんが、売店のおっちゃんが言ってた、常設売店じゃなくて何かのイベントの時に来てくれてたおっちゃん、お店のおっちゃんが言ってた目出し赤いカエル、こうやって剪定していきたいと思います。第一関節とか分かんないんで、ちょっと葉が茂ってて見えないんで、まあ、できるだけ覆うとは思うんですけど、輪郭あたりで切っていきます。目安にね輪郭を、おカマキリいた、ほらちっちゃいカマキリ、すげー、ちっちゃいカマキリこんなとこにいるんですね。どっかで孵化して逃げてきたのかな、かっこいい、ちっちゃいカマキリ、写真撮りたいけど今携帯使ってるから撮れない。こいつは逃がします。じゃあ続き剪定やっていきます。はい、こんな感じで剪定完了しました。ちょっと光中に入ってないんで見づらいかと思うんですけど、こんな感じでね赤い部分がかなりなくなっちゃいました。こういったちょっと挿し木やっていきます。はい、こんな感じで目出し赤いを変えて挿し木しときました。こいつもね保護しておきたいと思います。じゃあ最後実のやつぶさ変えて、こんな感じピント合わないか、実のやつぶさ変えて、こいつも剪定していきます。ほい、はい完了。1本だけね徒長枝こうやって残してるんですけど、ちょっとボディがあまりにも細すぎて頼りないんで、頭の枝1本だけ残して残り剪定しておきました。こいつはねギューッと走らせてボディの太りに役立ってもらおうかなと思っております。実のやつぶさ楓、上のグリーンクラブのおっちゃんが言ってた目出し赤よりも赤い楓すごいですよねこの赤でございます。剪定完了で剪定枝挿し木したいと思います。はい、挿し木完了。こんな感じで挿し木やってきました。
身の八つぶさ楓、目出し赤いから出少女楓とかに名前変更した方がいいんじゃないかと思いますけど、まあ、まあこんな感じでね、作業終了です。本日もなんとか雨の中作業遂行することができました。これからね、梅雨続きなんで、梅雨で雨続きなんで、作業のやり方ちょっとね考えないといけないなと思っておりますが、まだ明暗は浮かんでおりません。風、屋根つけたいんだけど、風吹いたら飛んでっちゃうようなやわな屋根はつけれない。頑丈な屋根つけようと思ったらちょっと時間がかかるっていうところでございます。なんとかね、なんか対策考えていきたいんですけど、もしかしたらこのスタイルで今年の梅雨乗り切るかもしれません。じゃあそんな感じで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。